ストーンズ、スタート車体制でも変わらぬライブへの圧倒的熱量。24年2月からのドームツアーとその次も見据えて切り開く未来。ストーンズの田中樹里28と高知優吾29が12月9日放送のラジオ番組ストーンズのオールナイト日本サタデースペシャル。日本放送で2024年2月から始まるドームツアー。 VVS、バイブスについて語り、ファンの間で大きな話題になっている。番組中盤、田中がデビュー以来、勢いが止まらないストーンズが4大ドームツアーをする、と切り出し、VVS とはダイヤモンドの透明度のランクを表した言葉で、高級や高価という意味があるため、俺らのバイブスは一級品だぜ、という意味が込められていると説明。 これを思いついたのは自分だと自画自賛した。続けて田中は、ジュニアの頃に、こんなステージがやりたいと提案しても、ドームでやることだよ、とダメ出しされていたことが、ようやく形になったと喜んだ。すると、コーチも、夢に追いついてきたな、という感覚があると同意し、ストーンズはライブに一番力を入れていると訴えた。また、 ドーム用のステージ演出や楽曲のセットリストは決定しているそうで、コーチは、俺ら、結構わがままを言った、と解雇。夏ぐらいから半年間、スタッフと話し合っていたが、それでも、問題点が残っていると告白すると、田中が、VVS の次のツアーのことも、話し始めないといけない事態も発生していると明かした。これを聞いたファンは X。 ツイッター上で、かからドームツアーの話してたとか、VVS の次のツアーとか、今、未来的な話聞くと、なんか泣いちゃうよう、ツアーの話の時、先の先の話してて、ストーンズは歩みをやめずちゃんと前へ前へ進んでるなぁと思った、など、田中の次のツアー、という言葉に敏感に反応していた。ジャニー北川氏、 去年87の課外問題勃発以降、旧ジャニーズは揺れ続けている。新会社、スタートの社長、福田敦志氏は会見で、独自の音楽配信サービス、米国、韓国などへのグローバル展開、メタバース事業への参入などを発表。所属するタレントも、これまでとは違う、新たな展開を迎える可能性が高い。ただ、 コーチの言葉にあるように、ストーンズがこだわり続けたステージについては、変わることなく進化を遂げていくはずだ。22年2月に放送された、連続ドキュメンタリーライドオンタイム、フジテレビ系でも、ジェシー27が、俺たちはライブが好きなんで、デビューできなくてもライブができていたらいいか、って会話したこともある、と、デビュー前から、ライブだけは、 他の活動以上の熱意を持って取り組んでいたことを明かしていた。ストーンズにとって、ライブだけは譲れない聖域だ。ファンはそれを知っているからこそ、不安定なこの時期の発言に敏感に反応し、未来的な話聞くと泣いちゃうよ、という言葉が出てきたのだろう。ドームツアーの告知の最後には、田中が、かなり面白い、チャレンジ的なライブができると語り、 コーチが大いに期待してもらいたいと訴えていた。新会社によって周囲の環境が変わっても、6人が見せる圧倒的なステージは変わらなさそうだ。芸能ライター、坂上五郎2024年のツアーは、4大ドームで10公演。期待しかない。